ねえねえで落ちすると思った。いつもの尊し映像が流れると思った。残念。普通に始まります。すでに普通じゃないけん。結局それやるんかい？ってなわけでどうも、相棒 EV と二人旅、始まっすよ。初っ端から振り回されてもう疲れたんですが、前回はクチバジムを突破したとこまでやったね。今回はその続きからだよ。次のジムは玉虫式かしら、だいぶ距離はあるけど、今回はそこまでの道中を実況していくよ。いや、早く行きなさいよ。待ってもうちょいでね、チャンネルさせ。あら、花出してのジムリーダーの、かすみがいるわね。楽勝すぎてサムネに選ばれなかったジムリーダーじゃないですか。この形容の仕方はやめなさい。どうやら次はこの、ディグダの穴を通るみたいね。まあここは長いし何もないので、倍速で流しちゃうよ。ディグダル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 はぁ、ディグダル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 ディそしてここで、秘術輝きを覚えました。これはフラッシュみたいなもので、暗い洞窟を照らすことができるわね。人生を先真っ暗という方にもおすすめ。どういう暗さじゃないんだよな。それでは先に進みますか。ここは花出しての東。この先に岩山トンネルがあるらしいわね。あ、進む前に触れ合いしとこ。好きあらばすぐ寝れるんだから。あ、あれ ?EV さん。死んでる。すみません、ちょっと尊ししてました。そんなコンビニ行ってたみたいに。いやーもう EV っていう種族はみんな可愛いからね。自分も EV でしょうが。可愛いでしょ。間違いない。てかこれ普通のトレーナー戦、なんでこんなの映してるのよ。いやー実派ですね。世界は喜びが溢れている。たこれは100年に一度の絶景、EV 対面。いやそんな大げさな。これを見た人は願いが1121個叶います。全人類が拝むわ。しかしこれは非常なポケモンバトル。相手の EV を倒さないといけない。すごい葛藤してる。ごめんよ EV ちゃーん。謝りながら最高火力で殴るぞ。あれって答えられた。いや待ってその技はいやー、どこぞの誰かを思い出す。逆に考えるんだこの対面をまだ見ていられると。視聴者の願い事がどんどん叶っていってしまう。つまりこの企画は打ち切り。そうはならないです。さてここは生き生きバブルで優しく突破しも許されません。あー EV の鳴き声かわいいんじゃあ。現実逃避防止委員会です。やばい逃げなくちゃ。その後無事生き生きバブルで突破しました。倒れてく EV もかわいいんじゃあ。サイコパスかな。その後はなんか気持ち悪いのが出てきました。EV に比べてこの扱いである。当たり前だよな。ところでカツアゲに合ってます。しかしこの顔である。メンタル無敵かな。てか1対4はさすがに無理じゃない。私とジェネちゃんの絆があれば余裕でさ。味方いるんですか。なんでちょっと残念そうなのよ。味方に来てくれたのは、四天王のカンナさんだね。氷タイプの使い手と言っておきながら私を使わないことです。すごい言われよう。で、そのカンナさんが耳に相手してくれるみたいね。じゃあ私たちは残った一人だけ相手すればいいわけか。まあ当然余裕ね。いやなんでよ。こっちの方が面白い。一周された。そりゃそうよ。デハロケット弾も倒せたので岩山トンネルに入りましょう。真っ暗な洞窟ね。こんな時こそビッグライト。ドラえもんか。ではなく秘術輝きです。もちろん知ってます。ちなみに秘術輝きと秘術けさぎり、実はジェネちゃんの構図がちょっとだけ違うんだよ。ほんとだ。けさぎりの時は前足上げてるけど、輝きは上げてないわね。耳が向いてる向きもちょっと違うね。てかこれ何の話よ。ジェネちゃん可愛いよね。わかる。トレーナー倒してたらレベル28になったわね。ジェネちゃんはアラサーだった。レベルは年齢じゃないわよ。という冗談はさておき、このレベルで捨て身タックルを覚えたよ。突進を超える、高火力技ね。これがあれば世界征服も夢じゃない。野望が壮大すぎる。世界の半分をお前にやろう。ありがとうございます。勇者の才能がなさすぎる。
そういえばこの辺からエリートトレーナーなんかも出てくるんだよね。その名に疑わず多少は強いけど、それでもただの一般トレーナーよね。そうだね、ヘネちゃんにかかればただの雑魚。ブイズで言えばブースターポジションですわ。最弱じゃねえか。てめえら復活言ってくれてんな。うわびっくりした。ここでまさかの本人登場。ちょっとあんたのせいでこっちの気温上がったじゃない。俺にそんな能力はない。地球が危ない気温なんですが。まあいいです、ブースターなんてタックルで生き耐えるんだよな。あの神耐久で有名なブースターが。そして反撃の二度蹴りだ。ここで抜群技やばくない。いやでもジェネちゃんならきっと耐えてくれるよ。いや、これは、その、あれだ、システムだから仕方ないよな。たまに急所が出ちゃうのは不可避であるから。待って、その顔されるのが一番辛い。嘘でしょ。嘘です。よかった。まあしっかり落とし前はつけてもらうがな。生き生きバブルで先に攻撃すればさすがに勝てるわね。てか最初からこうすればよかったんじゃ。確かに。プレイヤーの奥主さん。やっべえ、こっちに矛先向いてきた。というわけで今回はここまで。一般トレーナーも強くなりつつあるから、油断しないようにしないとね。そうだね、これ以上ジェネちゃんに悲しい顔はさせられないよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。